こんにちは。こんにちは。いや暑いっすね。今達也くんがちょっと遅刻してるんで、はい、あのカイトが代わりに、なんか変なテンションのカイトだね。そうですね。テンション3倍で今日はお送りしようと。で今日カイト P、はい、今日は何ですか。僕らこの前、うん、名古屋と三重行ったじゃないですか、うん、でその時もこうやって動画回してたんですけど、うん、その街の人とかに、うん、逆に東京の街紹介してよって、ああ知りたいって、まあ、紹介してよまでは言ってないけど、まあまあまあ、ちょっとプラス意識見てみたい、ポジティブ意識のニュアンスでね、うん、そういう話をそんな紹介してよ。だから東京をこうやって動画で次流していこうと、うん、そうですね、はい、で今日は夏休み中の、うん、今日土曜日、土日の夏休みの原宿、人多すぎだもう人人人いや前伊勢神宮行ってさ、ああ行きました、ね、原宿みたいとか言ったけど、はいはいはい、本物見してやるよっていう話、ああちょっと今チラッと見てきたけどえぐかったね。いや行きたくないもん。行きたくない、それは確かに人混み、なんで混んでる時に原宿行くの。いやまあまあ東京と行ったら、うん、東京って行ったらなのかもよくわかんないけど、うん、まあちょっと行ってみようと、まあいろんなとこね、これから、うん、見て回ろう。そうね、汗がやばい。竹下通り抜けた先にちょっとスタバもあるんで、あ、うん、プープーしてるし、ほらみんなイライラしてる暑さでまあまあまあ、はい、今日、うん、何これ、あのトータルコーディネートを使い、緑のあれはエプロン、いやもうや、夏はやめよう暑い暑い、なんか寒くなったから着るやつ、あれ防寒的なやつある。いやあんな寒さしのげないし、あれじゃ寒くなったら着るって、待って、夏やもん。まあとりあえず今日はスタバじゃないしね。そうそうそう、まあまあまあ、そんな暑い中こんなね撮ってたら、うん、エプロンつけて撮ったら本当違う、人混みますね、確かに。何やってんねんっていう話がすごい変な人だもんね。そうそうそう、もうちょっともうちょっと謙虚に来ていこう。分かった分かった、うん、じゃあ早速、はい、竹下通り行ってみますか。ここ原宿駅ね。これが原宿駅ね。表参道、表参道口、うん、はい、いやもう本物の方行く、行く、ジャンプ、ジャンプじゃない、ワープ、ワープ、ワープしよう、ワープするよ、もう暑いから、はい、じゃあ竹下通り口に、はい、よし、来た。こっちが原宿の本拠地、本拠地ね。そう、竹下通り口です、本場の原口、うん、原口、本気の原口、原口、原宿本気の原宿で、ここは目の前、雨、アベマスタジオあって、はいはい、ここでたまに芸能人がバチャバチャしてるね。本気の原宿、竹下通りを向かってもう入ってこ、これ引くんじゃないかな、本当に入ってこ、入ってこ、うおー、いいね、おい、すごかった、すごかったわ、原宿、本当すごかったね、本当竹下通り、これもうすごかった、ちょっとあの、あっちゅう間に断念してるけど行くってことじゃないのこれ。いや行きたい気持ちは山々なんだけど、はいはい、まず暑いし、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 多分迷惑この上ないから、まあ確かに最近流行ってる、あの俺の中で流行ってるタイムラプス、あやってこ、しょっちゅうインスタ載せてますもんね。そう、ちょっとおしゃれにブワーってやって、まあ見たい見たい、それそう結構かっこよくなりそう。それで今日は終わり、そういう原宿の紹介とじゃあ、とりあえずそっちめがけてタイムラプス、レディゴー、レディゴーはパクリだわスタート。いや、すごかったっすね。いや、人無尽蔵に溢れてきたなんか急に写真撮ってとか言われるしカイトがちょっとあの写真撮ってくださいって言われて、そうそうそう、で、あ、はい、撮りますよって、そのなんか記念写真撮るのかなと思ったら、そう、だからカメラ持とうとしたらえみたいな、そうそう、変な空気がすげえ流れて、そうそうそう、で俺と写真撮り、俺とカイトと写真撮りたいみたいな、そうそうそう、雰囲気を出したんだけど、その後に名前なんて言うんですか、そうそうそういやもう本当人生でさ、その原宿歩いてて名前なんですかなんて聞かれたこと俺がないからいや俺も怖すぎてどういうことみたいな
途中タイムラプス撮ってる間にそんな謎のね状況のイベントが起きながら、しかもお母さんが娘を使って娘の雰囲気で出すっていう、あ、そう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 、ちょっとずるいやつがずるかったっす、あったんで、まあまた次もう慣れたんでね、まあまあそう、次はビビんないです、次もビビんないで2人で芸能人ぶってくって、あ、もういいですよみたいな、ね、撮っていこう。まあ原宿がそういう街、そういう街、そういうなんかもう浅はかな、うん、誰か知らないけど、言わない、そういうこと言わない、写真撮ろうみたいな、そんな街、そんなことない。でも原宿だけ知ってるだけじゃないから、はいはいはい、おもはらと表参道ヒルズと、うん、あと俗にこのまっすぐ行ったとこは裏原、はい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 、はい、なんでちょっと適当にちょっと行ってみますか、ブラブラ見てみましょう、はいはい、何メートルか分かんないけど竹下通り大体200メートルあんのかな、150ぐらい、いやもっとある、まあ割と長かったっすよね、200メートルぐらいなんだけど、まあ人が多すぎて、うん、あの歩いてるだけで10分、でタイムラプスは35秒ぐらい。タイトはあんま行かない、あんま来ないっすね原宿は、渋谷はよく行くけど、まあ、渋谷ラジオやってっから、そうね、そりゃそりゃの、あ、もう渡辺さんはレッスンも渋谷でやってるし、ああそっか、うん、てか何よりも外国人がやっぱ多いね、そうそうそう、これ持って歩いてる絵面は完全に外人でしたね、俺らも外人の一人みたいな、そうそうそう、大相撲持ってこうやって歩いて今更やったことないから、やっぱでもおしゃれな人いるね、うん、人見んの面白いよね原宿って、確かにみんなファッションリーダーだからそれぞれが見方も違う、タクシーの見方普通でしょ、いや、あんなにいい角度で止めないしかも捕まんなかった、よくねえじゃん、止まんない止め方、あ、僕知ってる今 LINE フレンズとか言って LINE のグッズがいっぱい出てくる、あ、そうなんだ、そうそうそう、本当このスタンプ見たことありますね、これあれなんだって BTS のバンタン少年団、はいはいはい、防弾少年団、はいはいはい、人たちがそれぞれ作ったの？作った、あ、そうなんだ、なんか急に LINE に追加されたよね、当たり前のようになんか追加されたけど、うん、まあ、でも LINE が韓国の会社だから、あ、そうなんだ、韓流で、そうなんだ、ね、韓流で、まあ、全部適当に話してるからあんま信じない方が、7割ぐらい韓国の会社は本当？それもだから多分だから急にどうしたなんでそんな、いや確かそうだよ、そんな YouTube 使って嘘の情報を急になかった、 YouTube だからもうなんかあるんだよ、あるんだよ、適当とかやそういうニュアンス出さないそんなチャンネルじゃないから、いや、なんかそんな真面目な情報番組のチャンネルだと思ってやってらっしゃる、やってらっしゃるよ割と、なんならうちらラジオでも適当なこといっぱい言ってたからね、まあ本当にそれは否めない、 FM で嘘を流すっていうよくわかんない、嘘ではなかった曖昧なことをそう言っちゃうからね、 それ直していこう今後、癖だからね、うん、癖だから今後直していこう意外とこれ面白いね、原宿で東京知らないとこもあるじゃん、知らないとここうやって、まあ住んでたらそんな行かないですか、ね、そうそう、見たら見たで面白い、うん、すごいよね、これ、いや、これほんとすごいっすよね、めっちゃ飲み込まれてる、うん、鏡が大体大体の情報は大丈夫、263個いらない、その思い出の数彼らの思い出の数分だけ、誰の急な彼らのでもこっち行くとね、はいはいはい、このラフォーレとオモハラを見て、うん、さらにこの左、これが俗に言うあれね、表参道、ね、そう、俗に言うあれ、これが俗に言うあれでも人もあれ、人もあれだね、人もあれ、表参道もすげえなこれまっすぐ行くと表参道に、はいはいはい、じゃあまあ俺らはここからちょっと表参道行くのはもうちょっと熱中症の危険が生じてきてしまったので、まあ、ここからはこのおはらの上にあるスターバックスで、そう前一回撮ったよね、そう、おしゃれなスタバがあるからね、この上になんちゃらかんちゃらフラペチーノっていう、なんちゃらかんちゃら、ここご当地フラペみたいな、動画にしたにもかかわらず全然忘れてないチョコレートクランチフラペチーノ、お多分ちょっと俺も定かではないかがあったんで、まあ今ちょっとこれ熱中症で倒れる前に俺らはスタバ飲みに行きますと、スタバ動画を撮りにまた旅立っていきます、はい、ということで原宿でした、ありがとうございました、バイバイ、スタバ&チャンネル見てくれてありがとう、ボーカルのレンです、このチャンネルではスタバ関連動画以外にも歌ってみた動画とかいろいろチャレンジしてるんで、ぜひぜひ登録よろしく、バイバイ。